はい、それでは回答解説の方に参りましょう。はい、答えはもう書いてしまいましたが、The foods can be bought at the shop by us なんですが、この by us がちょっと、あとでもう一回確認しましょう。まず作り方ですが、まず、まあ、動詞が見つかる、主語が見つかる。今度は can があるんで、ちょっと厄介なんですが、目的語が多いですね。これが当然、ここにある。The foods。で、can があるときはどうするかっていうと、can はそのままおろす。で、by は、さっき are ボートになりましたが、同じように be 動詞プラス過去分詞にはなるのですが、can があるので、are というわけにはいかず、be になる。で、ボートと。be ボートの形にすると。こうなりますね。はい。by は be ボート。こうなる。ここが一番大事ですけど、はい。それで、at the shop はそのままおろすんですが、we は一応こう書いておきましたね。the foods can be bought at the shop。その食べ物は我々によって、買うことができるということなんですが、どうでしょうかね。バイアスいらねえんじゃないですか。みんなが買えるぞってことですから、これ。ね。その、食べ物はそこの店で、買える、買うことができるぞと。こういう文章ですから。これがいらない。こっちはちょっと微妙なんですが、なんで書いたかっていうと、ま、なんか我々は日常的に買っていると。現在時世なんで、なんかこう、我々によって買われているみたいな。そういうニュアンスで残してた方がいいんじゃないかな、というふうに思います。ちょっと微妙です。ごめんなさい。ちょっとよくわかりません。下はね、まあ、買えるよって言ってるんで、まあ、みんな買える、誰でも買えるということなんで、あえて、バイアスはいらない。っていうふうに判断した方がいいんではないかということですね。なので、回答例としてはこれです。The foods can be bought at the shop. これを答えとしたいということです。はい。皆さんできましたでしょうか。こういうふうにね、矢印書くといいですよ。こうやって矢印を必ず書くと、間違いがないですね。しっかりね、矢印も書きながらノートにつけてる人は、そういう感じで矢印をつけてあげるといいと思います。はい。よろしいでしょうか。はい、それでは次回までの宿題クイズを出しましょう。はい、画面ご覧ください。はい、英文が2つあります。この2つに関する問題ですが、上が Who kicked him と、下は Who does Conan suspect という英文ですね。上は、誰が彼を蹴飛ばしたのかと、で下は、コナン君は、コナンは誰を疑っているのかという文章ですけども、はい。それぞれの、受動態を作ってくださいという問題ですね。はい。よいでしょうか。ノーヒントでいきましょう。はい。ちゃんと受動態作れるんですね。はい。まあ、気をつけたいというか、まあ、なんていうか、疑問文なんですよね、これね。はい。これもちゃんと受動態作れますからね。はい。で、しかも今回は疑問詞があるタイプですね。そういう時はどうやって作るか、どうやって作るかと。いうそういうお勉強です。はい、今からメッセージやってる方は、2つのね、お答えを答えてください。はい、それ以外の方も自分で答えを作って、それから次回のビデオをお楽しみにしてください。